にちは、石崎です。本日はですね、先日に引き続きパリーグの外国人選手についてお話ししたいなと思います。先日は現在の情勢等について軽く触れました。まあ、選手によって現在来日している選手と来日の目処が立っていない選手いろいろあります。まあ、その中でルールは欲しいなと思いつつ、まあ、やはり平等なルールっていうのが結構難しいなというふうに思っていますので、まあ、現在どういう段階で進んでいくか読めない状況にあります。まあ、現時点ではそういうルールはまだ分かりませんが、まあ、その選手たちが来日しているかどうか、どんな選手なのかどうか、まあ、新外国人選手についても軽くお話ししたいなというふうに思っております。まずはソフトバンク。現段階でムーアとの交渉情報がありません。もちろんソフトバンクとしては残ってほしいですが、 MLB レッドソックスが交渉とのことです。まあ自由契約となっていますので、ソフトバンク残留の可能性は低いのかなと、まあ、計算に入れない方向でソフトバンクは考えているんじゃないかなと思っております。またバンデンハークも自由契約となりました。その中で獲得したのはレイ。15年にメジャーデビュー、6試合 31.2 回2勝2敗26三振防御率 4.26 と多く三振を奪い、翌年はトレードもあったのですが100イニングほど投げた経験もあります。しかしトミー・ジョン手術なども怪我に悩まされ、長く MLB 登板がなかったのですが2020年に復帰登板。 MLB での契約が想定されていましたがホークスが獲得。2020年最速で155キロ、平均的に150キロ近く計測できる投手。シンカーに見える球種、カット、チェンジアップ、カーブが武器で、全体的に四死球はありながら様々な球種を使って三振を奪う投手、期待したいなというふうに思っております。そして安定して150キロ近く投げ下ろすスライダーで多く三振を量産するアンディ・ロドリゲス、個人的に最も注目しています。153キロ計測、チェンジアップなど緩急も用いられるパワーピッチャーで、キューバリーグナンバーワンクラスと評価をされています。次のモイネロ化への期待も大きく、ホークスが獲得。かなり前から獲得検討していた選手とのことで、まあ、この2人まだ来日に関して情報がなく、アンディ・ロドリゲスに関しては現在もキューバリーグでプレー中、国際大会があれば影響もあるのかなと思っています。そしてスチュワート。正直現時点で帰国したかどうか今のところ情報は調べたんですが見当たりませんでした。まあ、先日お話ししたので割愛しますが、2020年多く2軍で経験し課題も見えた選手、数字こそもっと期待したいのですが、ポテンシャルの変流は見せられましたし、まあ、乗り越えないといけない課題についてもある程度分かった2020年でした。2020年は1軍アピールを狙いながら2軍でもっともっと経験してほしいなと思っています。ただキャンプに間に合うかどうか現時点では不明です。そしてモイネロ。現在キューバリーグに参加中。彼の圧倒的な凄さに関してはもう言うまでもありません。細身ではありますが、圧倒的な直球、スライダー、そしてカーブ、チェンジアップなど変化が大きい上に鋭く目線すら変えられます。高めかな、ボールかなと思っても鋭く曲がってストライクゾーンに入ってくる、手が出ないというような球も多いんです。ホークスの柱でもありますが、彼もまた国際大会次第になるのかなと思っています。そしてデスパイネとグラシアルもしかり。彼らは今キューバリーグに参加中、3月に合流できるそうですが、もしオリンピック予選が入れば離脱となる可能性もあります。まあ、彼らに関しては、まあ、今まで活躍してきている選手ですので言うまでもありません。2020年はこの国際情勢と彼らの怪我もあって合流が遅れました。ただグラシアルは比較的早く一軍合流、中村選手、柳田選手、栗原選手とともに強力なホットラインを作ることができました。右打者の中で適応力は最強クラス、中村選手、柳田選手、栗原選手の3人の左の中に右の彼が挟まることで、もう本当に適応力が完璧、他球団からすると恐ろしすぎるラインナップを形成することができました。しかしデスパイには度重なる怪我などもあって、来日しながら一軍の試合に出られない日々が続きました。ただポストシーズンには間に合って、満塁ホームランなど率は低くてもここぞで一発を放つ勝負強さ、やはりチームには欠かせません。現状合流時期も見て、オリンピック予選があれば離脱の可能性もあるのかなと思っております。そしてバレンティン。外国人枠ではないのですが彼も不明です。正直2020年かなり悔しいシーズンだったかなと思います。国際大会でバレンティン、グラシアルらの離脱が想定され、打撃力アップのためにも日本人枠でもある彼に期待をしたかったのですが、開幕から多く起用されながら打率が上がりません。本塁打は9本など長打も、得点圏打率は1割2厘、開幕当初打線がつながらなかった要因の一つにもなってしまいました。来日に関しては未定ですが、体を作ってくることだそうです。現時点ですでに来日したという選手はおらず、キューバリーグ次第でも変わってきます。キューバリーグで出場している選手もいます。まあ、今後国際大会がどういう風になっていくのか、それによっても左右されますが、もちろん若手にその分チャンスがきます。まあ、ただ中日同様、読めないシーズンにもなるのかなと思っております。
そしてロッテ、課題の内野で補強があったのは MLB 通算922試合の実績もあるエチェバリア。ショートとしても出場が多く、内野複数ポジションを守れるユーティリティ。2020年、 MLB で27試合で2割5分4厘と安打を放った選手、通算778安打、37本塁打という実績。四死球が少なく、近年は2塁3塁での出場は多い。データ上は内角が得意、外角に課題も残すんですが、総じて打率はある程度期待。ただ長打を望めるというタイプではなさそう。ロッテはショートで藤岡選手が出ずっぱり。しかし攻撃力は12球団で11位、オフェンス指標でマイナス 8.2、 UZR マイナス 6.9 はパリーグワースト。セカンドでも中村選手がチーム首位打者ではありますが、2割4分9厘。中村選手の高い守備力というのは魅力ですが、彼らの代わりがいないのが問題。その中でエチェバリアに期待は大きいのかなと思っています。ただ現状は来日の見通しは立っていません。そしてハーマン、NPB 通算191試合の登板実績があり、防御率は 2.50。 楽天から2019年オフに獲得した右腕で、2020年はセットアップで起用。接戦でも多く三振を奪ったり、四死球も少なく、被打率は2割9厘。怪我離脱はあったのですが、増田選手につなぐ役割として多く投げ、ストレートは152キロ、ナックルカーブやカットが注目されるんですが、最も空振りが取れるのはストレートで、被打率は2割5厘で20奪三振。まだまだ健在ですが、来日は遅れると予想されております。そしてフローレス、育成で獲得した選手で、実戦で期待していた投手たちが軒並み苦しみ、開幕ローテもあるのではないかと言われていた外国人投手。150キロ近い直球を安定して投げ、最速は152キロ、ツーシームやスライダーなどで打たせて取る投球で、ファームで先発として結果を残し、一軍で先発登板も四死球や空振りを取れる球に苦しみ、定着とはなりませんでした。しかしそれでもビハインド中心で長いイニングを投げることができました。延長での登板で失点もあったのですが、ビハインドで失点しながら複数イニングを投げたり、試合の立て直し役として活躍。7、8月は10点台以上も、10月は 7.2 回で防御率 0.00、 11月は 4.2 回で防御率 1.93 と良くなっていったこともあり、残留となったのかなと思います。すでに来日していて、2021年開幕も間に合うのかなと思っています。そしてレアード、2020年とにかく攻守で苦しみました。当初は4番起用もなかなか長打を放てなかったり、守備でもイージーミスが目立ってしまったり、得点圏は1割2分8厘、勝負強い一打もあったのですが、とにかく緩急で苦しんでしまい、三振を増やしました。そして怪我の影響で帰国。ただ先日出た記事では、もうすでに来日していて、まあ合流に関しても多少遅れるかもしれませんが、もう計算していいんじゃないかなと思っています。そしてマーティン、2020年当初はなかなか長打が出なかったのですが、7月には6本塁打、8月には10本とチームを打撃で引っ張ってくれました。守備の若干の課題はあれど、強肩は素晴らしく、捕殺は8、これぞメジャーリーガーという走球を見せてくれました。まあ、率に関しては少しずつ下がってしまったことや、最終盤に怪我離脱、彼の離脱というのは本当にチームの低迷に直結したと言えるんじゃないかなと思っているほど大きかったなと思います。怪我の現状に関しては不明ですが、彼に関しても交流が少し遅れる可能性ということが言われています。そしてアコスタ、空軍出身選手ということで話題になった選手、ファームで多く登板しました。年齢が26歳以上で、開幕前に支配下をつかめなかったため、1年間支配下とはならなかったのですが、育成で契約は続きました。最速167キロと言われていた選手、日本では150キロ中盤は計測していて、開幕前に期待もありました。8月まではファームで 15.1 回で14三振7四死球3失点とアピールも、9月以降は失点が目立ったり、巨人戦では4四球など制球から崩れることも目立ちました。三振より多いフォアボール、スピードはあり154キロ近辺、スライダー、チェンジアップに見える変化球も、まあ、ある程度良さは見えるかなと思っていて、すでに来日しているそう。21年は試合下をつかみたいところです。そしてエドワード・サントスは対談も、サンディ・サントスとホルヘ・ペラルタという選手を獲得。サントスは二刀流としてプレーしていて、3割9分6厘11本塁打と独立で打撃で無双し、ロッテが獲得。すでに来日しているそう。そしてペラルタに関しては、プロ経験がなく謎多き両打ち選手、超俊足でもあるそうで、ドミニカの和田とも言われています。まあ、インスタの動画では見たことあるんですが、まあ、プレーのしっかりとした動画というのはあまり見たことがありません。そして西武、まずはスパンジェンバーグ。2020年開幕前に長打を量産し、開幕1番として出場も、最後まで適正打順を見つけることができませんでした。圧倒的に三振も多く、高めのストレートに空振り三振も何度も見ました。しかしそれでも1打が出ると複数安打を放ってくれたり、本塁打や2塁打、そして俊足を生かした長打を放ったり、守備でも外野が多かったのですが、3塁でも出場。
エラーこそ目立ったのですが、三塁で球際、地形の強さを見せてくれました。まあ、本来彼を6、7番に置いたりすることができればよかったのですが、その余裕はなく上位打線で置かざるを得ませんでした。そして、もともと本職は内野とのことですので、セカンドも見てみたかったなと思います。調子のムラが激しいタイプで安定感は課題ですが、チームにとって大きな戦力。まあ、率で測れる選手ではないんですが、打率2割6分8厘でチーム3位。OPS は山川選手と並んでトップタイ。できれば本職の内野、もっともっと使っていってほしいなと思っております。そしてメヒア。2020年は怪我もあり出遅れ、2軍でも結果とはなっていなかったのですが1軍、まあ、合流のタイミングは正直わからなかったのですが、チームの低迷、連敗時の8月には3割7本塁打、4二塁打、14打点と長打を多く放ち活躍。しかし9月には2割3分5厘2本塁打、10月も1割6分2厘とどんどん数字を落としていきました。山川選手の不振と離脱もあり、多く一塁で守ったのですが、まあ、この数字は決していいとは言えないこと、年齢もあり、残留は正直予想外でした。貢献度等もあり、彼を残すのであれば、プラスアルファで野手補強はマストだと思っているのですが、前にも述べた通り、まだ劇陣は強力ですが、まあ、彼らが不振だった翌年、その不振を想定して戦力補強をしてくれると信じていましたが、まあ、そうなっていないのが悲しいところでもあります。まあ、そして外国人枠には関係ないのですが、国籍が日本人じゃない選手という意味で言うと、ウーネンティン。2020年は2軍で17試合で3割8分3厘、5本塁打、3二塁打、13打点と無双したのですが、1軍では好調時期に出場機会に恵まれませんでした。少し間が空いても2軍で結果を残していたのですが、1軍で代打中心で結果とはいきませんでした。まあ、終盤に代打等である程度結果も1塁含め内野守備で苦しかったり、源田選手のバックアップとして想定されていると思いますが、エラーもあったり、ファームで見せた選球眼、そしてミスショットをしない力、ストレートを弾き返す鋭い打球というところはあまり見れていませんでした。来日に関しては情報がありません。そしてギャレット。開幕前は四死球の心配も、始まってみればストライクも取れる。そして球速がとにかく速く、最速は162キロ。スプリットとストレートで三振を奪えており、ツーシームやカットも一時期は機能していたのですが、精度は課題も残し、困った時にストレート以外投げづらかったのかもしれません。まず、ナックルカーブ含め変化球は課題を残したからかどうかはわかりませんが、夏場に失速。セットアップの座も掴んでいたのですが、森脇選手らにその座を譲り、ビハインドなどの起用も増えていきました。チーム事情で先発をやったり、様々な起用の中で結果を残してくれました。MLB 復帰の可能性もあったそうですが、残留。来日の時期は未定ですが、21年はカット、ツーシームの精度、またナックルカーブももっともっと使えるようになってほしいなと思っております。そしてニール。19年は多く QS し、西武の先発唯一の防御率4点台未満、2点台も記録した大エースだったのですが、2020年は実戦から不安。まあ、コートの試合もあったり、QS も記録したのですが、2020年はとにかく制球が甘く、左打者に対してはもうインコースを突くことができず、勝負できないことがほとんどでした。ツーシームの被打率はトータルで2割6分9厘でしたが、2020年は3割3厘。カットやスライダーも2打が目立ち、19年も決め球的に使っていたチェンジが甘く入って2打というケースも多かったり、空振りを奪えないことが多く、粘られたり2打。今まではゴロも取れたところを見切られてしまった印象もあります。来日時期については未定。2021年は20年の悔しさを晴らしてほしいところ。そしてここに来て追加補強があったダーモディ。左投げ右打ちという珍しいタイプの投手。MLB 通算では29試合に登板。過去にはメジャー昇格ながら自転車で宅配のアルバイト。その中で交通事故に遭うも無事という本当に奇跡的なことがありました。まあ、その際には体が宙に浮いたとのことですが、無事に着地できたそうです。いや本当にこれは珍しいことだと思いますし、本当にすごいなと感じました。何度もドラフトで指名されながら、靭帯断裂などとにかく苦労が続き、MLB 契約もトミー・ジョン手術もあって自由契約など、本当にいろんな苦労をされてきました。最速153キロ、20年は1試合登板のみ。映像で見る限り、ストレート、ツーシームかシンカーに見える球種、スライダー、チェンジアップが中心に見えます。まあ、ただ、アバウトかなという印象も受けました。四死球自体はそこまで多くはないのですが、三振を奪える球種というところで、まあ、模索が始まるのかなと思います。ただ、左腕から152、3キロ近辺の球速が速い投手というのは、まあ、本当に西武の中ではもう永遠の課題ですので、大変魅力的でもあるのかなと思います。独立から MLB に復帰ということは本当に少ないケースですので、まあ、経験も豊富ですし、評価も高いのは期待していいんじゃないかなと思っています。まあ、貴重な左腕として活躍してほしいなと思いますし、まあ、唯一の補強ですので、まあ、なんとか救ってくださいと思っております。セーバーいないと思っていた方がいいという記事もあったように、計算できない可能性もあります。まあ、正直ここは本当に予想外でした。まあ、野手に関してはスパンジェンバーグ、そして投手に関してはギャレットなど、まあ、チームに欠かせない選手ではありますが、まあ、他球団と比べると、その外国人選手に依存しているチーム運びではない分、まあ、大ダメージかと言われると微妙なところがありますが、まあ、大きい痛手ではあります。
ソフトバンクに関しては国際大会があるかどうか、まあ、キューバリーグの今後次第で左右される分、中日と近いところがあり、ロッテは遅れると思いますが、なんとなく目安の日程もあるそうです。まあ、特にロッテだと攻撃面で外国人選手の力が大きく、いつ来日できるかというのは大事になるのかなと思っています。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。